DS BDS おいしょ。はい、こんにちは。コンビニの面接ですね。今日はよろしくお願いします。ああ、うちこういう髪型ダメなんだよね。ちょっと整えてからまた来てもらえないか。ああ、そうですか。ちょっと整えてきます。うわ、申し訳ねえ。では今から僕の頭をぶっ込んでいきたいと思います。ヘアスタイルはこんな感じです。いきましょう。レッツゴー。ちょっと怖いな。良い子はね、真似しないです。全然入んねえ。3分タイマー。はい、タイマーを3分にセットしました。はい、では僕の頭、時間が来たんで引き上げてみましょう。おおおお、すごいすごいすごい。スーパーサイジン、スーパーサイジン。うわー、ブロンドヘア。ちょっと乾かしましょう。いけいけ。おおおお、すごい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 。取れてない取れてない取れてない。このジャスティン・ビーバーみたいですね。 What do you mean? 店長さん、切ってまいりました。髪は整えてきたか。これでどうですか。いいね。じゃあちょっと面接でもしようか。志望動機は何ですか。志望動機は廃棄が食べたいっす。あー、ごめんごめん、うち廃棄やってないんだよね。 NO! 廃棄がないコミだった。ファーッ。 PDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。ちょっとね、ジャスティン・ビーバーの髪をね、入れましょう。結構抜けちゃいましたね。で、これ昨日作ったカレーの中に入れてます。で、本当にね、昨日作ったカレーがね、超うまいんすよ。やっぱね、新野菜だったんで、春の野菜ってすごいね、甘くて美味しいんで、めっちゃ美味しいっす、そのまま入れても。そうで、今日はね、なんかパスタでなんかできないかで、結構ね、大量に買ったんで、僕もね、よくバイトの面接とかしてたんでね、10個受けて1個受かればいい方だったんで、書類でも結構落ちてたし、だから10回受けて1回受かればいいと思えば、まあ気楽にね、バイトできると思うんでね、実践すると美味しいっすね。